ラミリーの戦いは、スペイン継承戦争における、戦闘の一つで1706年5月23日に、現在のベルギー・ブラバン・ワロン州・ラミリーで、イングランド・オランダ同盟軍と、フランス・バイエルン軍が衝突した。ラミリーの戦いとも言われる。1704年にブレンハイムの戦いで、イングランド軍総司令官マール・バラコウ、ジョン・チャーチルは、オーストリアの将軍プリンツを意見とともに、 フランスバイエルン連合軍を撃破してドナウ川、ライン川流域を奪還、ドイツ戦線を立て直したが、翌1705年、フランスからビラール港がモーゼル川方面に派遣され、モーゼル川に向かったマールバラ港の進軍を妨害、6月にビルロワ港が南ネーデルラントからオランダを襲撃したため、マールバラ港はモーゼル川から引き返さざるを得なかった。ネーデルランでは、 アントワープからナミウールに広がる防衛線を突破、退却するビルロアを追撃しながら、ブラバントを転戦していたが、決戦という時に同盟国オランダが回避を主張したためやむを得ず攻撃を中止、成果を出せなかった。モーゼル側からライン側に南下したビラールは、ライン側支流のモーデル側流域の都市アグノーを、同盟側の将軍バーデン編強迫、ルートビヒビルヘルムに奪われ、 アルザスに交代したが、イタリア戦線は、バンドーム港が攻勢に出て、ミランドラを落とし、カッサーノの戦いでオイゲン率いるオーストリア軍に、勝利、オイゲンの動きを封じて優位に立ったため、1705年は、総じて同盟軍に不利な状況となった。1706年になると状況は、悪化、4月にバンドームがカルチナーとの戦いで、オーストリア軍を破り、チロル付近に追い込み、 5月に、ビラールも行動を起こし、アグノーを奪還して、他のモーデル川流域の都市も奪い、モーデル河畔を平定、北上してラインガー支流のラウテル川流域も奪い、ドイツ戦線も、フランス川有利に転じた。ネーデルラントでもビルロワが、フランス王類14世の支持で攻勢に移り、5月19日に、ルーベンから、デイレ川を渡り、東のティーネンに向かった。マールバラコは9日に、 ハーグを出発17日にトンゲレンで待機したがビルロワのこの動きを知るとすぐに迎え撃つ方針を固め南西に向かい先にフランス軍がブラバントのラミーに布陣したことを知るとすぐさま戦闘を開始した両軍は小兵と側を挟んで退治フランス軍左翼は小兵と側左岸の村を取るエグリーズに配置中央は オフゆという村にビルロワとバイエルン戦抵抗、マクシミリアン2世が待機、右翼は、小兵と川源流付近のラミーから、さらに南のムエーニュ川北岸の村タビエールまで、広範囲に布陣した。対するイングランド・オランダ連合軍も、小兵と川右岸からムエーニュ川北岸まで軍を広げ、左翼は、デンマーク騎兵、オランダ不評がタビエールから、東のフランクネー付近に布陣。 ムエーニュ川と小兵と川源流の間の街道は、オランダの武将アウエルケルク卿が、オランダ騎兵を率いて待機していた。中央は、マールバラ港が、右翼は、イングランドの武将オークニー卿ラムリーが布陣していた。開戦前に、マールバラ港は、左右両翼に騎兵を配置したが、武将たちは、反対した。左翼は障害物のない平原なので、問題ないが、 右翼の小兵と側両岸は湿地帯で馬の通行ができないことが理由だったが、マールバラコーは聞き入れず配置を変更しなかった。一時過ぎに砲撃戦が開始、マールバラコーは右翼に進軍を命令。オークニー・イはラムリーの騎兵の援護を受けつつ、小兵と側を渡り、オートル・エグリーズを攻撃した。ビルロワはマクシミリアン2世と共に、 中央から左翼に移動、合わせて右翼から軍勢の一部を割いて左翼に回して増強を行った。だが、それはマール・バラコーの罠だった。マール・バラコーは敵右翼を警戒し、陽動として左翼を攻撃して右翼の分散を図ったのである。結果、右翼は手薄となり、イングランド軍左翼のオランダ不評がフランクネイとタビエールを占拠。 脱回しようと向かってきたフランス軍を返り討ちにした。上、デンマーク騎兵が右翼を突破、逆に右翼に回り込むまでになった。マールバラコーとアウエルケルク卿も進撃して、フランス軍と激戦を繰り広げた。さらにマールバラコーは、部下の角ンを通して、大国卿に交代を命令、右翼に控えていた騎兵を左翼に回して平原に、戦力を集中した。対する、 ビルロアは左翼に気を取られてタビエールを奪われた上、右翼を破られ、側面を危機に追い込んでしまった。左翼の騎兵を移動させなかったことも平原に戦力を分散させる結果につながった。戦闘経過中央では、フランスのこの駅兵隊が奮戦、左翼右端を押し出し、救援に来たマールバラーの本体突撃も跳ね返した。この戦闘は、かなりの激戦となり、 マール・バラコーが混乱の中落馬する一幕もあった。だが、イングランド軍騎兵隊の増強で平原の戦力差が開き、この駅兵隊も相次ぐ敵の増援で徐々に疲弊していった。そして、この駅兵隊の攻撃が止んだことを知った。マール・バラコーは平原に集結した騎兵隊を整列させ、北に進撃。ビル・ロアとマクシミリアン2世は、勝敗が決まったことを悟り撤退。 左翼の騎兵を防衛に回したが、イングランド騎兵隊の前に敗走、一度後退した、オーク来イングランド軍右翼も追撃に移り、夜中まで攻撃、フランス軍に大損害を与えた。同盟軍の死傷者は3500、フランス軍の死傷者は降伏した兵も合わせて2万に、上った。ビルロアは、北のリューベンに敗走、ついで西のブリュッセルへ逃れたが、 マール・バラコーは追撃して25日にルーベンを降伏させ、28日にブルッセルに入り、ビル・ロワを追撃しながら、ネーデルラント各地を転戦した。30日のヘント・カンラックをはじめに、ブル・エ、アントワープ、アウデナールで、オステンド、コルトレーク、メーネン、デンデルモンデといった、ネーデルラント諸都市を6月から9月にかけて次々と、おとし、10月2日に、 後が陥落したことでネーデルラントは同盟側の手に入った。ラミー戦後の1706年のネーデルラント戦役、ラミーの戦いにおける影響は重大であり、ドイツ戦線のビラールはビルロアに増援を送ったため攻勢に出られず、6月中旬にビルロアが降徹され、イタリアからバンドームが公認として引き継いだが、フランス軍の戦意は低下しており、バランシエンヌから身動きが取れなかった。 イタリア戦線は、バンドームの代わりに、マルサンとオルレアン号フィリップ2世がイタリアに派遣されたが、9月7日のトリノの戦いで、オイゲンに敗れマルサンは戦死、フィリップ2世はフランスへ逃れ北たイタリアはオイゲンが、ダッシュした。ネーデルラントと、北イタリアの平定で1706年は一転して、同盟側が優勢になったが、翌1707年に、 ビラールの反撃とオランダの消極的な姿勢でなおも同盟軍は停滞を余儀なくされた。状況の打開は1708年7月11日のアウデナールでの戦いまで待たなければならなかった。トモキヨ、P137P145 トモキヨ、P161P163 トモキヨ、P164P167 トモキヨ。 P168P177 ありがとうございます。